血が粘るは来ない。来ないまま終わる。三名僧といっても、俺だけあんまり逸話がパッとしないからな。肩身狭いよ。はい。頑張るよ。頑張る。はい。ですね。岩通しを出しましたみたいなこと言いましたよね。はい。岩通し返して帰ってきました、修行から。で、あと、1万8000、貝殻を1万8000集めたら、18万になったら、もう一個手紙式が来るっていう話をして、はい。手紙式来ました。手紙式来ました、熱帯戦。はい。待ってたぜ。夜光貝。197,968、あと2000と32で、笹抜きが、2枚目の笹抜きが来て、今回のイベントも、はい、完走です。完走ですよね。サライが聞こえます、私の耳に。はい。桜吹雪の、サライ。ただね、ただ問題というか、悔しいのがね、長男じゃなかった。難易度なんだったんですよ。それだけが心残り。来年の海辺の陣ではぜひね、長男で行きたいですね。桜吹雪のもうすぐグランドフィナーレですよ。泣く？泣いちゃう？サライの空へいつか帰る。俺がいる限り、主の願いは阻めんぞ。夢は、お前きついわ。お前に早期発別。このなんていうのかな、周回系のイベントというか周回系のゲームだよね。ゲームこのゲームそのものがそういうゲームだからもういいんだけどね。でもこれだけ辛い辛いって言っててさ、次匿名調査でしょ、またスゴロクでサイコロ振るでしょ、でサイコロ振った数しか、サイコロの数しかプレイできないってなったらさ、なんか寂しいんだよね、きっとね。なんか寂しいんだよ、集会させろよみたいな、もっと回させろよみたいな、俺に近寄れるか、逃げろことになるんだよ。ほらもう夜でも S が出るよ、このメンバーなら。夜に太刀以上は弱体化すると、太刀、大太刀、槍、なぎなた弱体化するらしいんですけど、特殊能力自体はあるみたいですね。なんで敵はピオルシー、なぎなたで、で大太刀のあの倍、攻撃力倍、もありますね。毎回じゃないですけどもちろん、はい。で確率は減ってるのかもしれないですけど、なんで岩同士がピオらせてくれて、あのホタルが倍の威力でドーンってやってくれるといい塩梅で、夜でも、屋内でなければ使えるかなと思いましたね。いやでもこれがまたあの本編の方の本編って言っていいのかな、ストーリーモードなんていうの、本編の方あっちで屋内だったり夜だったりするとまた違うのかもな。敵の強さもね、そう、所詮ここはなんだから、皆さん長男でやってるでしょ、小先輩方はさ、そこだね、なんだもんな。俺に近寄れるか、逃げろ。ピョッタピョッタ。そうだから俺が今こんな風にさ、笹抜きがあと貝殻2000で手に入るよ、完走できたよ、グランドフィナーレラだよ。グランドフィナーレだ、サライが聞こえてくる、桜吹雪のとか言っててもあれでしょうね、もうちゃんちゃらおかしいんでしょうな。ちゃんちゃらおかしいんでしょうな、俺にてろって、小先輩方からしたら。でもさ、このゲームを何年もやってる皆さんはね、聞いてると思うから皆さんはねって言っちゃ、一括りにして言っちゃうけど、本当
よくこんな辛いのつらいのを。ここか。切っちゃうぞ。見え見え。よくこんな辛いゲームを。ただただ推しへの愛と時計への愛で、ただただそれだけの愛で、愛ってすごいよな。愛ってすごいよ。あーやばい。で、このね、何の5戦目に出てくるこの緑の探検、こいつもね、この何の中ではやっぱり強い。湘南の緑、桁違いだけど、いつもこいつにね、浦島がやられるんです、ここで。ああ、よかったよかった、今回はよかった、今回はよかった。ご主人様のために散る。やっぱりちょっと録画して、こうやってこう、みんなが見てるっていう、そういう力がね、このみんなの愛、友情、そういうのがね、言いながら笑っちゃダメだよね。そういうのが僕を前に進ませてくれるよ。あと2戦ちょっとでしょ。じゃあ多分ね、4周もすれば1回ぐらい、あっち行けて、特別ステージには行けて、多分終わると思うんですよ。もう終わると思うんです。終わると思うんだけどな。夏バテの方は、はい、だいぶ回復してまいりました。前も言ったんですけど、職場のエアコンが壊れてまして、ちょっと灼熱地獄の中で働かないといけない。そしてそのね、この今コロナのあれでタンカーがね動いてないでしょ。この不景気のバブル以降のね、この日本の経済政策で海外に工場を持とうという会社がすごく多かったじゃないですか。ですからタンカーが動かないとどうも部品が来ないんですよね。部品が来ないんですよ。でそれで直らないっていうことがね、ずっと続いてたんですけど、なんとか治りました。はい、これで体力も回復していくでしょう。私のさすがに命のやり取りでやる気ないとか言ってられまへんな。ああ。またまたこの何と言ったらいいのかな、やる気ないやる気ないとか言いながらね、腰たんたんと油断大敵や。このメガネ君は本当に分かってるんですよ。実はこの子はね、やる気があるの、本当はいい子なの。ただちょっとね、ちょっとみんなの期待が重すぎて、ちょっとこんな風な言い方しかできないだけなのな、メガネ。他にメガネの子いないよね。捕まえました。だっけ、いないよね。メガネ君はこれだけ、この子だけだよね。僕も結構茶道でね。もうサクサクいくよ。いける。どうだ主、これで満足か。岩同士男前すぎるやろ。かっこいいな。ちょっと惚れちゃいそうやで。ありゃ、いちいちセリフに。これが一番。頑張りすぎた。よし、エロをすんまへん。やる気ないのが売りなのに活躍してしまいましたわ。いや、またそんなこと言って。知ってるよ俺は、君は本当はやる気があるの。うん。まあ、こんなこと言ってますけどね、なんだろうな、こう疲れてる時に明石のセリフを聞いたらね、お前ほんま舞台から下ろすぞって思いますけどね。使わねえぞそんなこと言うならとかってね、思いますけどね。よっしゃ、よし、おお、かす、いけてるいけてる、あと1700、頑張れ頑張れ。すごい、20万近くあった小判が14万、6万使ったのか。小判6万枚小判6万枚あったんだ俺。無駄遣いしちゃったかな。いやいや違う違う、無駄なんかじゃない、無駄なんかじゃないよ。ね、
この夏ね、こんな熱い思いをしてもね、もう職場で脱水症状を起こして帰ってきたら手や足がつりながらうーうーって言いながらも、僕はねスマホの画面をクリックし続けたんだよ。俺に近寄れるかっていう夏の思い出ができた。無駄じゃないよ、無駄じゃない。でも実際にコパンがさ6万枚あったら俺何したろうな。次が匿名調査ですよね、確かね。またで、あれは周回はできないから、1日何回ってほぼほぼ決められちゃうから、サイコロ振るのがね、スゴロクだから。そしたら青の原へいよいよ行こうかなと思っています。青の原、でも青の原がさ3つ目のステージなのかな、4つ目のステージまだできてないんでね。すごい駆け足でこの3ヶ月で刀剣乱舞というゲームを満喫しちゃったけど、ここからだから俺、僕青の原行ったらさ、あの目標を失っちゃうんじゃないかと思ってさ、不安なんだよ。そしたら、まあでもこんだけイベントが毎回毎回やり込ませてくれるなら、まあ配信も続けられそうだけど。おっと、俺に出ろって。そうそうそう、あとあれ、手紙式来たんですけど、まだ次の修行出してないんですよ。自信ないんだけどね。レベル99がね18人になっちゃったんですよ。前の時は13人だとか言ってたと思うんですけど、今ね17人か18人レベル99がいて、ここかね、ちょっと誰にしようか。順番だと送りからなんだけど、悩んでます。はい、正直ね、内刀ほら育てるのきついでしょ。悪いね。手っ取り早く強いんだ。おお、ほら食らった。油断してたら食らった。緑にやられた、緑にやられましたよ。そうでね、内刀鍛えるの正直今あのバキさんと泣き狐を鍛えるので結構手一杯なんですよね。なるべくあの二人が経験値稼げるようにっていうのを考えてたら、もうそれで結構手一杯だから、二人がレベル50ぐらいになるまでちょっと他の手だったらね、手だったら内刀修行出すのが一番手堅いんだよね。だってほっといたって強いから、帰ってきたら明らか強いからね。やる気ないとか言ってられまへんな。内刀の2人がレベル50になるぐらいまで担当をね、修行に出して帰ってきてもらえば、僕も結構担当を出したら、探検出したら強いかなと思って、手がかかんないし、帰ってきたらもう強いし、脇差しもだよね。なんで堀川か今の剣を出そうかな。でアイゼンか、あとねココちゃんもいるの、ココちゃんのあれ見たいんだよね。見ちゃったんですよ、演習でね。相手の人が極めのココちゃんを使ってて見ちゃったんですよ、あれを、あれを爆笑してもうてね、あれ使いたいなーっていうのもあって悩み始めちゃった。悪い、僕も結構邪魔でした。で、あ、で今まさにですね、あの泣き狐と山間切り
国広、今ね疲れちゃって休んでますそうだ、経験値を2人に詰ませたいんだけど、結局こういうことになるんだよね。だ日進月歩なんだよな、ちょっとずつしかやっぱり進まない。油断大敵や、ちょっとずつしか進まないね。切りますよ、遅いよ。たっそこや、切りますよ。あー残った。どうだ主、これで満足か。装備解除、逃走馬第1第2決定。はい、第2部隊のリーダーを変える。群れるつもりはない、部隊記録で部隊記録4。はい、延連ってなってますけどね。そうそう、延連ってなってるんですけど、延連じゃないんです。はいはい、出撃、特別合戦場長男、部隊選択第一部隊。はい、こちらがですね、さあここからもちょっとバキさん外しちゃってるんですよね。結局ね、結局こうなるんだな。俺がいる限り主の願いは阻めんぞ。 A なら OK って感じで、 A か B かなんですよ。死んでよ、ここか。あ、これやばいな、避けなければ死んでしまうぞ。あーやばい、そこだね。悪いね、どりゃ。おっと出た、するなよ。あーでも倒せないねこれ、どりゃ。 B だった、まあいいでしょう。どうだ主、これで満足か。よし、あと500、550です。もう一回合戦場来たらいけるでしょう。もう一回特別合戦場行けばいけるでしょう。さあね、皆さん疲れ始めましたね、皆さん疲れ始めましたね。これはちょしばしご勘断のほど。一人で戦うと言っても馬は必要だから一人で戦うと言ったの、馬は必要ないいやいやいや、馬ぐらい乗っときなよ、馬ぐらい乗っときな。うん、理由はわかるだろ、お前は遅いねお前はそこはちょっと認めてくれ。うん、馬ぐらい乗っときな、軌道がないんやからね。そこはそこ、また別の話やから。あー結構、うん、回復してるな。よし、回復してる。これが微妙だよね、部隊編成してる間に回復することあるからね。はい、というわけでいきます。ちょっと入れ替えました、ちょっと入れ替えました。というわけで修行誰に出そうかな、本当にそれが悩みですね。多分でも次匿名調査ということは次だったりとか、また手紙手に入るでしょう、1個ぐらいきっと。なんでそこだね、そこでまたもう本当に次から次へと修行に出すので忙しいゲームだなと。ていうかもうそれが醍醐味なんやな、こう極めにしてちょっと絢爛豪華な衣装を着せて帰ってくる彼らを待つっていうのが、そこが醍醐味なんね。絢爛豪華かな、どうかな、絢爛豪華かな。自分的にはね、今回のこのイベントね、長男に何日間か挑んでた日があるんですよ。でうまいこといく時とうまいこといかない時ともはっきりしちゃってて、まああのね、長男の残り7戦と残り2戦で出てくる
緑の担当ね、緑の担当にやられるかやられないかっていう運ゲーだったんですけどね、そこそこうまくいった時もあったんですよ。でもどうしてもその継続して、まあ手形が1日ほったらかしてたら6個になるじゃないですか。でその6個使おうって言った時に、その6個使い切るまでに誰うまいこと いかなくて途中で敗退して帰ってくる。で帰ってきちゃうと貝殻がうまく集まらないというのがあったんで、あそこをもうちょっと極めでね、舞台2つ舞台を3つ作れたらと思うんで、やっぱりね極めを増やしていかないとねっていう結論に達しました。なんで次の夏までにはもう極めを増やして、で極めのレベルも上げて、それが大変やな極めのレベルを上げるのが大変やな。もうえげつないことになってるもん、この2人とか私とたちの2人とか。おっと、俺に出ろって、でしれっと千代金丸が極めあるんだよね、あんまり実装されてるんですよ ね、 千代金丸はね、やっちゃってもいいよね。さあそこ、ここか、ずれ痛みを知れ鎧なんざ紙と同じよ。俺キッコ使うんかなとか思ってたんだけど使ってるね。いやもうねあれなんですよ、野戦があるんで、こうタチの子たちがレベル50ぐらいに集まっちゃっててね、で野戦があるんでやっぱどうしても使いにくくて、それでそのこの舞台にはキッコが入ってて、次の舞台には中曽根が入ってるんですよ。で2人とも全然後の方で手に入ったんだけど、悪いね、そこ、まあ、こんな感じで使わざるを得なくなってくんだな。おい、気をつけろ気をつけろ、当たれば切れるよ、オッケー、当然か。なんか太刀を使うイベントとかはないのかな。あの明らかにその野戦になってね、脇差しと担当が有利で、太刀以上が弱くなるってなると出番がね、出番なんだよ、そうなんだよ、出番がないんだよ太刀の。甘いぞ、悪いね、そこ、ご主人様のために切る鎧なんざ紙と同じよ。頑張れ頑張れ、でここで舞台交代しまして、さあメガネ行け、メガネ行くのだ、自分も君もだ。さすがに命のやりとりでやる気ないとか言ってられまへんな。言ってられまへんで、言ってられまへんで、頑張って使わさいね。俺は止まらんぞ、僕も結構邪道でね、押し通す。その目気に入らないな。剣心を最初に手に入れた時はね、あこの子をエースにしようと思ったんですけどね理由は目が青いからあの堀川もね目が青いんですよあの主人公キャラだよねなんて言ったらいいんだろう、こうパッと見こう華奢な男の子がさ、こう強くなっていくっていうのがこう少年漫画の王道じゃないですかなんで、ね、剣心が来た時はこの子をエースにとか思ったんですけどね、まあ、でも堀川は完全に主人公キャラだよね。その目気に入らないな。イラストが主人公だもんね堀川ね。イラストが主人公って意味わからんな
悪い。うわ、僕も結構レベルが落ちていくからな。海岸、貝の集まりがね、レベル、その僕も結構邪道で、レベル99が18人って言ったでしょ。だから6人ぐらい99になって、次の子たち、舞台の子が映ってるんですよ。これで満足か。連中がいた時はね、そこそこ貝殻もね、いっぱい拾えたんだけど、やっぱりちょっと逃走の能力を引きずり出すっていうのにレベルが関わってるみたいで、関わってるんだと思うのね。わ、わかんないよ、違ったらごめんね。なんでレベルがカクーンってこう下がったら、あ、今あのちょっと疲れたやつがいるんでレベル高い子入れたけど、あの貝殻がね、なかなか前みたいに拾えない。ちょっと貝殻の摂取量、取得量が減った。ワクワクします。摂取量って何や、食ってんのか食ってんのかもしれんけど、おしよしよし、あと160です、あと160です。あー、サライが、香山雄三の声が聞こえてくる、聞こえてくるよ。あー、お、俺の24時間テレビが終わる。いや、24時間やってないけど主の願いは阻めず、帰ってきて毎日1時間2時間だけどさ、俺の24時間テレビだよ、俺のマラソンした気分だよ。20万貝殻集めたんだよ、20万貝殻集めたんすよ。ほんとね、もうお腹いっぱい、ほんとお腹いっぱいお腹いっぱいっすよ。貝殻くれよ、貝殻くれ。そこだね、せめて雅に散れ。俺に近寄れるか。逃げろ逃げろ、とりゃ。オッケー、そこだね。オッケー、ピヨっててよかった。薙刀ピヨらせてくれた。これやっぱ極めの特殊能力でかいな。どう、でもやっぱ極めで舞台を揃えてみんなが特殊能力出してくれたら、そうね、そこそこ、そこそこというかかなり有利にいけるんだな。そこだね、せめて雅に散れ。発別、よし、あと60枚やで、あと60枚。死んでよ。栗を差し出さあ、俺に近寄れるか。忘れなよ、とりゃ。そこだね、すごいね、もうサモンジは間違いなく、なんすかね、ヤゲンとサモンジがさ強すぎるんだよね。毎ターン一人倒すからね、確実にね。ってなると担当の極めはやっぱり強いよね。おっと、俺に出ろって、レベル90の95ぐらいかな、ね、ちゃった。あと浦島もね90ぐらいだと思うんだけど、うわ、ヤギンあるでしょ。そこ悪いね。あ、やっつけた、やっつけた。あ、このターンはやっつけてくれた。倒せない時あるけどね。ヤゲンとサヨサモンジは倒せなかったらびっくりするぐらいだよね、このレベル帯で。やっつけて、緑やっつけて、緑やっつけようぜ、緑、緑をやっつけようぜ。頼む、緑残さないでくれ。あ、やめた、また。あ、このパターンか。悪いね。このパターンですよね。で、ここで残り4戦を、残り4戦を、桜吹雪のさらいの空へ。さあ、皆さん頑張ってくださいな。
いつか帰る、いつか帰る、夢はさすがにふふふふやる気ないとか言ってられまへんな。歌ってるけど、俺実は24時間テレビ、加山雄三がさらに歌うようになってから一回も見たことなくて、実は遅いよ。これでどうだ。海岸せいや切る、押し通す。ある子供の頃はね、24時間テレビね、なんだろう、なんか妙なあれで見てたんですよ。見てたって言えば24時間見てないけどね、24時間見てないけど、手塚治虫虫プロのアニメやってたりしたでしょ。うわもうこれもう全然みんな若い子わからんやろ、昔アニメとかの時間帯があったのよ。うん、でそこでね、それを見たりとか、大人になってからはまあ見てないな。逆にそのやっぱドキュメンタリーが多いでしょ、あの中で。そういうね、うん、困難と戦ってる人たちの映像とかをこう見せられるのが辛くなってしまってとかいうことかな。そうだから、そうなのよ、スーパーで募金やってたりするってさ、チャリーンとか入れたりすることはあっても、小銭を入れたりすることはあっても見なくなっちゃったんだよね。見ないんだよね。悪い、僕も結構邪道でね。気に入らないな。俺に切れぬ敵ではない。だきっと今もだから、若い人の方が見てんのかもね、司会がアイドルだったりして。どうだ主、これで満足か。夢はふん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 、終わりましたよ。終わった、終わった終わったで、完走したで、マラソン。エロすんまへん。赤井秀和とか狭間寛平の気分やわあ、だからさ、狭間寛平さんが走ってた時とか、赤井秀和さん走ってた時は見てたよな、あっこは。あそこ見てた記憶あるわ。平成だよね、あれ。平成の、来ました、笹抜き2本目。完走しました。ありがとうございます、皆さん。皆さんのおかげです。皆さんが応援してくれたおかげで、皆さんがね、応援してくれたおかげでね。俺は笹抜き。これなら竹やぶや海に投げ捨てられても自分で戻ってこれちゃうな。これは失敗したって放り出したくなったと知ってもったなんて冗談。面白いねお前今ならわかるよそれサーフボードの話してるんだねそんなに自虐的にならなくていいと思うよ、笹抜き君。君かっこいいよ。うん。呼び出したらいつでもサーフボードで波に乗ってきてくれるんだろう。君はかっこいいよ。最高だよ。ああ、言ったでしょ。もう特別合戦場。正直に言います。虹色街が今集まったんですよ。集まったんですけどね。行かなくていいよね。行かなくていいよね。行かなくていいよね、もう。はい。連帯戦、夜行街20万個、達成の報酬です。受け取ります。ありがとうございます。ありがとうございます。20万個達成しました。はい。うん。終わった。ああ、終わった。終わった。ありがとうございました。あとやり残したことは、そう、修行だ。修行な。修行だけ出そうよ。決めよう、今決めよう、今決めよう。今ちなみにレベル99が千代金丸、大栗から堀から堀川、今の続き愛仙、大和の神、巴、骨ばみ、泉の神、道だぬき、いちご一振り、歌手、にっかり、博多、むつの神、なつお、ここたい、宗座左文字の18名です。
次の大阪城のことを考えたら博多とかやさっとやっちゃっていった方がいいんだけど、はい、さっきも言ったように内刀ねちょっと鍛えるのが今もう2人でいっぱい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 なんです。はい、しかもあの疲れちゃって2人ともね映像に出てこないぐらいな感じなんで、そういうこと考えたらでも送りからもう一人ぐらいやってた方がいいかな、堀川、うん、そうだね順番的には堀川、あー千代金丸を行くんだったらあの最初の約束通り一語一振りした方がいいような気がするな。今の杉るぎ、アイゼン。なあ、ただな。やっぱりこれはもう純粋に今、遠恋でね、相手の人が使ってんのを見て、惚れちゃった五個体にします。あ、主様。その、お話が。行っておいで。96時間後、木曜日。木曜日の夜。はい。あ、あは、すぐ戻ってくるだろう。参勤交代でもなし。はい、てな感じで、もう今日はねこれで、加山雄三の声も聞けたんで、いや加山雄三の声は聞こえてないんですけど僕の頭の中で、はい、あの赤井秀和や狭間寛平さんが走ってる姿も見れたんで、いや僕の頭の中でグランドフィナーレを迎えたということでこの辺で終わりにしようかと思います。はい、20万個集めることができました。まああの配信してるんでねこうやってね、まあ視聴者の皆さんが見てくれてるというのも励みの一つにはなっておりますんで、今後とも何卒ご贔屓によろしくお願いいたします。はい、てな感じで、今日はこれぐらいで失礼しようと思います。ついの住処でございました。またお時間ありましたら遊びに来てください。失礼します。